ゴールキーパーにはシュミットとダニエル、ディフェンダーは右から富安、吉田、板倉、中山、中盤は遠藤航、森田秀正、鎌田大地、右に伊東純也、左に久保建英、一番前には前田大然ということで、どんなサッカーするのって言われたらアメリカ戦の前半を思い浮かべていただければ皆さんいいかなと思っていて、はい、まあ、前田大然選手が前から追っていく、で2列目の皆さんと3列目の、まあ、ボランチ2人の選手の皆さんは、パスコースだったりとか、パスのレシーバーになるだろうの人の前についてね、コースカットするよと。で、大前さんが前からもう戻ってきて、ダブルで溜めてって、ボール奪って、早いうち高い位置からカウンターしましょうぜ。そんなサッカーかなっていう。いつもセンターバックがボランチが落ちるとか、もしくはサイドバックがスライドするとかってことで、ディフェンダー3枚回しするときがあるので、その時には前田大然、鎌田さんの二人で行くとかってことも、あり得る。右側に途中交代だったらこんなメンバーいいんじゃないかってメンバー入れてみまして、はい、例えば大然さんだったら、まあ、大迫さんで、後半はポストプレイなんてことも、まあ、やってってもいいのかな。あとは三笘選手とかもいろいろ入れてるんですけど、一番この中でこう、佐藤的な注目ポイントは、真ん中です。谷口翔。あの人まだ隠してるよ。森保さん。今回のアメリカ戦もエクアドル戦も、ポストプレイが、まあ、ずっと一緒だったんですよね。先生温存してんじゃないかって、ネーションズリーグであのドイツとスペインがですね、セットプレーから相手に点取られてるんですよ。逆に日本ってセットプレーから点取ってねえぜって言われてるんだから、そこうまく使った方がいいんですよね。